久保さん、もう、お金と愛は終わりですかね。はい。まあでも今回良かったんじゃないですか。いい子結構切り込んで。なかなか僕も面白かったですね。なんかあの、少数派意見が言えて。<laughs> で今回は、うーん、少数まあ、ブルーチップ知ってる人も少数派じゃないですか。もはや僕知らなかったですね。うん。うん、少数、少数、 派になろうに少数まあタイトルそんな感じにします。うん。だからその投資でもあの大衆の逆をいけみたいなのあるんですけど、あの前そのなんだ、あの、東北大震災から10年経って、あの時って東京電力めちゃくちゃもう潰れんじゃないかみたいな株めっちゃ下がったわけですよ。でもね、ね、たもう東京電力危ない。もうダメだ。 で、株、ぶわ、ー、下がってったわけですよね。でも、あの時に、大衆はね、みんなはもう、東電はもうダメだ。ってなってた時に、買い占めた人。やばいっすね、今。<laughs> 今、どうですかね多分、結構戻ってる。だてか、もう、だいぶ戻ってると思いますけど。まあ、ちょっと僕、株みたいなんでわかんないですけど、でも、当時の下が、下がってる国に比べると、すごいあると思います。あの時にね、東電の株をね、買い占めた人っていうのは、 まあ頭が逆にもう危ないっつってねこうあのなんだあの売っちゃった人うんだからまあ結局そのなんだろうな一番利益を取れる人って何かっていうと少数の人なんですよまあ社長も社長のポジショニングも少数ですよねわかりますまあお金持ちも全員お金持ちじゃないすじゃないですかお金持ちも少数じゃないですか だから、結局、その、この少数派にならない限り、多分、その大衆と同じ考え方。例えば、うん、自分の会社の同僚と同じ考え方で、どうやってお金持ちになれます申しますね。同僚と同じ考え方で、どうやったらお金持ちになれますちょっとむずないですか少なくても、 そこの会社の社長と同じぐらいの考え方にならないと最低でもですよまあその,その少数派になりたいんだったらでも多くの人ってそのなんか自由な生活したいなとかお金持ちになりたいなと思ったりとかまあすると思うんですよまあしない人はしないでいいと思うんですけど僕はまあ貧乏な家に育ったんでまあお金持ちになりたいなと思ってましたからうんだからまあ その人生生きていく中で、まあ、15年ぐらいいろいろと勉強していろいろな体験して時間はかかりましたけどやっぱ少数の意見考え方がこうできるようになったなと思いますねうんだこれが今の僕のその大衆の逆をいけって常にね人と違うことをやるとかね例えば 多分ね、一般的な考え方だと、効率が悪いって言うんですよね、久保さん。そんなに大量動画アップして、全然再生されてなくて、全然効率悪いじゃんって多分言うと思うんですよ。これが多分一般の考え方じゃないですかね。久保さんどう思います多分、多分そう思うと思うんですよ。そんなに大量に動画アップして、何、常時100ぐらいしか回ってないのと何やってんの効率悪いじゃんと。その労働じゃないかと。多分なんかそういう考え方の方多いと思うんですけど、 僕ね、めっちゃ効率いいと思うんですよね。このやり方。楽だし、めっちゃ効率いいと思ってるんですよ。だからもうそもそも考え方違いますよね。こんな効率のいい稼ぎ方ないと思うんですよね。だって目立たず、裏でがっ、まあ、がっぽりではないですけど、まあまあ稼げるし。しかも、見えないところで再生回るし、小粒がね。ずっと。しかも、めっちゃ安定するし。一発ドカンじゃなくて、 1>, もう1とか2のアクセスを常にね、拾ってくっていう <laughs>。もうね、めちゃめちゃ効率いいんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、ね、久保さんも動画、まあ、アップロードする方だと思うんですけど、8時間貼り付いて動画撮ってます好きな時に動画撮ってません効率いいでしょ好きな時に撮れる時撮るっていう。 でも普通のサラリーマンの人とかは8時間束縛されるんですよ。もしくは通勤時間もとか入れたら、サービス残業と通勤時間も全部、その会社に行くという支度まで入れたら、12時間ぐらいは多分会社の束縛されてると思います。僕と久保さん全くないでしょ。好きな時に、好きな時間に。もう今なんか朝一でね、もう今日4時ぐらいに冷めちゃったんですけど、<laughs> 朝から撮ってますし、もうもう出社しないしね。<laughs> 取れるときに取っちゃうみたいな。で、取れないときは取らないっていうね。<laughs> めちゃめちゃ良くないですか、効率。うん。まあ、これがね、チり積もりに積もっていくと、もう多分もうあ人生上がりだなと僕は思ってる。上がりというかもうほぼ上がったんじゃないかなと。だ10万本ぐらいアップしたら、まあまあ上がるんじゃないかなっていう。だから10万個の僕、キーワード入れるので、多分10万個のキーワードあったら、まあまあヒットするよっていう。<laughs> <laughs> でも多くの人って10万個のキーワードをネットにこう出すとか無理じゃないですかまあそのキーワードという概念もないと思うんですけどだからねまあまあどんどん楽になっていくかなと思いますねうんだからまあ旗から見たら効率が悪いかもしれないかもしれないけど最終結はめっちゃ効率よくなるっていう多分まあまあね、えー、僕,僕があの なんだ年取ってもまあまあ動画を撮ってるとは思いますけど、だってこれ何分だ今。今6分ぐらいじゃないですか。24時間あって6分ですよ、これ。で、これ6分を、これ例えば10本撮ったとしても60分ですよ。ですよね。6分かける10で60分ですよね。でも10本撮るとすげえなってなるわけじゃないですかえ。でもたった1時間ですよ。でも一般の人12時間ぐらいじゃないですか。でもたった、 6分10本取るだけですげえなってなるしめっちゃ効率よくないですか <laughs> うんだからまあ小数結がにの小数結の中に入れって感じですかねいってらっしゃい。